はい、どうも、こんばんは。はい、どうも。はい、はい、はい、はい。ちょ、あと映ってんの、これ。ああ、大丈夫。入れた。こんばんは。のっさん来たよ。ちょ、あと映ってる。あ、映ってた。はい、髪整ってる。いや、髪整ってますよ。久々です、クリニコね。クリニコ久々です。ちょっと音楽かかるから、ちょっと待って。はい。はい、はい。パジャマ映ってる。クリニコ久しいな。いや、久々ですね、皆さんね。ニコ生落ち着くね、やっぱね。アイロンしてねえよ。ああ、大化粧悪くなったということは。ああ、落ちて、やっぱそこら辺はや。なあ。来たよ、フリーコ誰もやんねえよ。なんとかしろ。本当だよな。みんな逃げてんだよ、やっぱツイキャスにや。やっぱニコ生最高、やっぱ。ニコ生最高、ちょ、コメント早えよ。いや、大島久々だな。ちょ、待って、ちょ、待って、普通にちょっと待って、コメント早えな。ちょ、俺もやっぱさ、老化なんだよ、もう、ほんと、31歳なんだよ、ちょっと、本当にもう。廊下でちょっと米を見つけ落ちてんだよ。よう、大島久々なの、米多すぎ。いや、久々だからね、ほんとにね。もう、クソがよ、ツイキャスを、ニコ生戻ってくんだ。で、アゴーレムもやってないからね、あのね、ほんとにね、ほんと。ね、顔面クレーターよ、ほんとによ。久々、ペロペロ、ベロベロやねえか。あ、ベロベロですよ。やっぱベロベロやね。いや、ベロベロだからさ、そう。やっぱ、歯医者は俺も、普段無口やから。ねえ、ほんとに、ワイワイ、残しは、ニコ生米額を、クレーター、31歳の秋休み。いや、31歳ですよ、僕も、ほんとに。まあ、お前らもね、年取ってってんだろうけどね、まあね。ニコ生だったら、ピアキャスから見てる人もいるでしょ。お前らも年取ってってんだよ。物しつけるよ。わかんねえ、あいつなんかもう。あいつなんかわかんないんだよね。なんでやんねえんだろうな、ほんとにな。なんでやんないの、あ、モノ君は、ほんとに。チバモノって何してんのって何が。家でゲームしてんだよ。なあ。ねえ、モノ君はあの、マガキサか。ねえ、顎見てんだろう。いや、モノ君絶対見てるから。今日みんな休みだから。今日ね、ミサコさんも千葉銀も、あのね、モノコさんも、みんな休みだからね。ああ、そう。歳だよ、歳取った。ああ、冷めてんじゃねえ。え、なんで冷めてんの？ちくらん50位。え、嘘でしょ？ ちょ、待って、さ、うせ、ちくら、なけねえだろ。50位なけねえな、こんなコメントあって。待て。まあ、これからだから、これから、ちくらんね。うん。ワギャンの話でしょ、50うつせ。千葉銀は見てない。あ、違う、千葉銀は今日は見てません。長井先生の全盛期にぐらいの年齢。あ、そうだね。長井天帝のね、ほんとピアキャスの時の。あ、とりあえず、千葉銀は今日は見てません。千葉銀は今日はね、なんかね、塩があるって言ってね、なんかね、そう、塩があるってなんかね、LINE 来たんですよ、僕。今日は本当は、ツイキャスもニコ生もやらないで、実は、めちゃ魔法ツアーの練習を入ろうとしてたんだけど、そう、スタジオ練習をね、入ろうとしたんだよ、配信外で。うん。でもなんか普通になんか千葉銀が塩あるから、なんか入れませんでした。でもって俺がこんな風にちょっとね、配信してるって感じです。ミサコというのは千葉銀の仕様。な、彼女かな。 いや、彼女だったら俺は嬉しいよ。いや、彼女できといてもらいたいよ。うん、彼女だったら嬉しいよ、俺は。ね、あのね、ほんと、陰謀野郎が。ね、マジで。ね、陰謀野郎、眠い。眠くねえだろ、10時半だぞ。おかしいだろ、お前ら。ね、バンスター神、バンスター神は、もうね、します。もうします。バンスター神、もうニコ、フリニコね、会員限定配信もやってっけど、フリニコも、ニコ生やってっから。マジで。まあ、ツイキャスもやってっけど。バンスター誌します、フリニコで。近々。うん、これはもうガチで。うん、最近千葉銀謎。のこ彼女はって、俺できてねえっつってんだろ！お前らよ、なんかさ、のこは絶対彼女できてるよねとかさ、なんかさ、2ちゃんでさ、書かれてさ、のこって絶対彼女できてるよねって。兄ちゃんでさ、お前ら駆け上がってや、いねえんだよ、ほんとに。いや、ほんとにいないからね、俺。彼女。ああ、マジで。ああ、バンステあれは詐欺。ニコ生用語分からなきゃ、フラネフニコはいきなりさ。いや、コメント早いな、ちょっと。コメントちょっと最初早いんだよ。まあ、落ち着いてや。何この病、カービィでさ、カービィ。ねえ、相神との噂もあったね、そうだな。相神ちゃんともな。いや、俺けどね、今ね、ボブリシャスさんね、ボブリシャスさんってさ、あのさ、なんだっけ、なんか、アイドルグループ入ったじゃん。あの可愛いよな。あの子俺に似てんじゃん。ちょっとなんかさ、配信者からさ、なんかさ、メジャーデビューしたみたいなさ、なんかそういうなんかさ、芸能人になったみたいな感じ。ボブリシャスさん。
ボブリッシャスさん結構気になってんだよね、最近。国民的ヒーローな、ノコガールたくさんいるやん。ラミアさんって何か、なんか聞いたことあるけど。カービィ。他の配信者の名前は俺 NG してるから、あらかじめ。前回俺ひどかったからね、ヨッサンのさ、ヨッサンと暗黒のディス。ひどすぎたからね。他の配信者のね、話題したくないから俺 NG ワード入れてるから、あのヨッサンと暗黒は NG ワード入れてるから、そこら辺だけお願いします。はい。さあ、そう、ノコが話すから、今日は雑談。ボブリシャス、すごい可愛いよね。ね、可愛いよね、ボブリシャスさんね。ノコは米拾わなきゃいけない。ボブがマジバツイチだぞ。いや、ボブリシャス、最近なんかナタリーニュースで俺見たんだけど、なんだっけな、なんかよくわかんないけど、魔のトライアングルとかいうなんかグループだっけ、忘れたけど、魔のトライアングルっていうグループに、なんかね、アイドルグループに入ったんだよ、ボブリシャスって。俺、ボブリシャスさんのことあんまよくわかってないんだけど、そう。なんかシンパシーを感じるからさ、俺はさ、最近気になってんだよね。そう。ボブリシャス誰か知らない？結構なんかね、ニコ生では結構なんか有名な配信者です。今ニコ生してないけどね。キンバイ可愛いってな、キンバイなんかだから、なんかさっきツイキャスでも言われたけど、あいつ逮捕されたんでしょ？あいつ死刑にしろよ、ほんとに。あんなやつよ。マジで。キンバイとかもさ、普通にさ、あのチャーどうして、あのチャーとも付き合いてえよ。ほんと、ほんとに。もう、付き合いてえよ。マジで。あのちゃんにしろ、何にしろ、アイドルと。な？もう俺はほんと、モデルと付き合いたいって言ってたけど、もう無理です。もう。やっぱ俺はやっぱアイドルと付き合うしかない。あのちゃん可愛すぎ。あのちゃんけどね、結構俺に対して好意的になんかね、なんか接してくれるからね、なんかね。でも、マネージャーがいるんだよ。ほんとに。マネージャーが。マネージャーが誰でもいいのかよ。そういうことじゃねえよ。あ、リンリンちゃんとかね。そう、リンリンちゃんとか。そう、あのちゃんが。モデル何人食ってねえよ。食ってねえよ、ほんとによ。マジで。これほんとに食ってないからな。リンリンちゃんはだからさ、そう、リンリンちゃんもそう、だからあいつよく、リンリンちゃんも可愛いよね。だからさ、俺はマジで、ほんとに、もうダメだよ、モデルは。ほんとに。ね。マジで。マネージャーがいるんだって。だからそこでさ、俺がさ、LINE の ID とかさ、メールアドレスをさ、交換しましょうって時にさ、そのタイミングの時にさ、限ってマネージャーがさ、隣にいてさ、まあ俺なんかさ、やっぱさ、ブラックリストみたいなもんじゃん。絶対手出すって、うちの事務所のさ、ね、うちの事務所のアイドル手出すってさ、ね、もうあのちゃんと付き合ってお願いって何が。お願いって言ってもそんな、だって、さあ、ほんとにね、マジでね、DM とかもできねえんだって、今。Twitter、フォローし合ってんだけど、そのさ、リンリンちゃんにしろ、あのちゃんにしろ、何にしろさ、今さ、追決されたじゃん、最近さ、事務所に、俺の Twitter。マジでさ、完全になんか、もう、ダメなんだよ。DM できたらいいんだけどね。DM でさ、LINE 教えてって。それ DM も監視されてるからさ、存在はブラックリスト、ほんとだよな。ミサコに紹介してもらえって。ミサコは紹介するわけねえだろ、あいつ自分が本当に。むしろあいつ自分のことどうにかしろよ、あいつよ。31歳になってさ、本当にさ。あのちゃんって未成年知らねえよ。あのちゃんって未成年なの？知らない、それは。未成年だったら、それはさすがにね、ダメですよ。それは。ね、犯罪なんで。ね、それは犯罪なんでダメです。もう無理。ちゃんと責任を付き合わないから、ミサコ心配。ちょっと、振りに子だとちょっとなんか早いですね。今まだね、今ちょ、コミビューつけてますんで、立ち見 A さんも見えます。立ち見 A 出てねえじゃねえか、この野郎。はい。立ち見 A 出てねえじゃねえか、この野郎。お前、ちょ、なんなんだよ、これよ、ほんとに。ツイキャスのさ、やつはさ、ほんと長尺だよな。なあ、かっそ。ツイキャスのやつらさ、ほんと長尺だよな、あいつらな、あのガキども。なあ、ニコニコ登録もできねえのかよ。オワコン、いや、オワコンとかじゃないだろ。いや、俺はツイキャスでは1000人集めたからね。その1000人をさっき呼んだんだけどさ、あいつらさ、ニコニコの会員登録もできねえのかよ、ほんとに。マジで。どんだけ長尺なんだよ、ほんとに。どんだけ頭弱いんだよ。やっぱりじゃあ、ニコニコ。時代はニコニコ。いや、それは違う。ニコニコはね、やっぱ時代はね、やっぱね、ツイキャスだよ。
やっぱツイキャスだよ。ツイキャスやっぱ一番なんかなんだかんだ人数さ、多いじゃん。あ、でも、俺は言いたいのはニコ生が一番面白い。これは確か。コメントも面白いし、やっぱこれ職人さんとか出てきたりとかさ、色米とかさ、俺そういうの好きだからさ、石川からリスピック来たら、なんか、え、石川のりゆきか、石川のりゆき、なんか俺さっきさ、なんかさ、あのツイキャスでもさ、石川のりゆきからさ、なんかさ、リップ来てたってさ、なんかディスられてたぞってなんかさ、なんかさ、あの、来たんだけど、あの、コメント来たんだよ、ツイキャスの時。え、あれね、これガチなの？俺見てないんだけど。え、あれ、ほんとなの？え、石川のりゆき、これほんとなの？リップ来て、見て、え、嘘。え、マジで？石川のりゆきから、ちょっと待って、俺ちょ、見てみるね。え、ちょ、待って、コメントしやすい。のりちゃん、え、な、のりちゃんから、ちょ、待って。なんでディスなんだよ、しかもや。俺、のりちゃんのこと、あ、のりちゃん一回俺のことを褒め、新生母ちゃんのこと褒めてくれたって言ったからさ、俺、のりちゃんのことはちょっとなんか好きだったのに。え、ちょ、待って、なんて検索したら出てくるの？石川のりゆきで検索して出てくる？うん、ごめん、誰だよ、石川って。石川のりゆきとかやつ、なんか、のりちゃん。ああ、マジか、豚かってな、あ、そう、あの豚野郎。うん。のりちゃん見てる？の、切れんなよって何が。え、いやいや、ちょ、ね、の、検索してみて。どうやって検索すんの？石川のりゆき残って検索したら出てくるの。え、ちょ、待って。え、どうやったら出てくるの？え、ディスられたの？ディスられてたの？横浜に電話しろって、あんな、覆面おじさん。お前らさ、俺言ったらさ、ニコ生になるとさ、まあまあ、俺のファンじゃないやつとか、いっぱいいると思うから、ね、俺のツイキャスとか見てないやつとかさ、ね、いっぱいいると思うからわかるんだけど、ね、横山緑とかさ、前も言ったけどさ、あんなんさ、面白いのか俺もさ、まあ、たんまに見るんだけどさ、あいつさ、面白いの。横山緑、最近なんか、グダグダじゃん、あいつ。ね、オワコンばっか上がるなってどういうこと。見てきたけど、確かにディスられてる。え、嘘。え、ちょ、待って、え、それ、ま、なんでちょ、なんだな、ディスられる様子なくね？石川のりゆき、ちょ、これだけ確認させて、ちょ。え、なんて検索して出てくる？少し黙れ、のこ。お前と一緒くらいの面白さ。え、何が、横浜緑。いや、そんなことないっしょ。あ、まあまあ、横浜緑。いや、そんなことないよ。あいつの方がつまんねえよ。あ、しかもマスクかぶってさ、AV 男優でよ。もともとよ。子供まで出しちゃってよ。なあ。うん、ちょ、待って。出てこねえぞ。なあ。うん。なんか、金牌のツイートが出てきたんだけど、石川のりゆき残ってやったら。ね、今、なんか、金牌のツイートが出てきたんだけど、今まで肉体関係乗った、なんか、も、な、な、今までに肉体関係になったのは、なんだっけ、これ見える？あの、その子ライトだと見えねえか、今コメントちょっと読めてなくてごめんね。普通に、なんだこれ。あー、これ見える？これ見える？見えねえじゃねえかよ。俺の iPhone どうなってんだよ。リプ見ろって、リプいっぱい来るんだよ、俺芸能人だから。今まで肉体関係、な、金牌のこのツイートは何なの？のこ、そう、これだけです。肉体関係持ちましたね、確かに金牌とは。まあ、とりあえずちょっと待って、石川、リプいっぱい来るからさ、え、ちょ待って、どうすればいいの？どうすればいいんだよ、ちょ待ってよ。ツイキャス関係は、はい、ブロックしてない。ブロックしてないよ。俺、金牌のことブロックしてないよ。リツイートしてよって何が。あいつ生きてんのって、あいつって何が、金牌、ね、どっち石川のりゆき。金牌は、なんか逮捕されたらしいね。あいつ死刑になればいいのに。なあ。あいつ死刑になった方がいいよな、ほんとにな。いや、言ったら、ああいう、気違い外配信者はいつか、絶対に、いや、あいつは、あのね、あいつは絶対に、2020年。そうそうそう。あのね、2020年だよ。これは、2020年の、これ、2020年のオリンピックに、絶対に、気違い外配信者って、集まるから。ちょ、待って。ちょっとコメント読めてなくてごめんね、今日ね。ちょっと、後から読むから。今日はちょっと、夜も引っ張りだから、ちょっと長いから。ちょっと、あ、で、石川のりゅうきのやつ、どこあんな、ディスってたって、ディスられる覚えねえわ、このデブ。おい、豚野郎、この野郎、てめえや。なんでディスられる要素ねえだろ、俺。あいつのこと俺ディスってないよ。ねえ、なんでディスってたの？もういい。
あ、ちょ、教えてよ。なんでディスってたの？ねえ。なんでディスってたの？今日何時までわかんない。うん。乗りゆきキャス、セカワと絡むとき、どういうこと？これちょっとなんか、ちょっと見てみよう。セカ、あーな、乗りゆきキャス、セカワと絡むとき以外、かそってるよな、お前。あ、なるほどね。あ、こう、のりちゃんが、俺に、セカワと絡むとき以外、かそってるよな、お前って、先ほど、石川のりゆきが、豚野郎が、俺に対して、ね、なんかリプラ送ってきたらしいな。ね。あはん。なんだよ。何が悪いんだよ。なあ。お前だってよ。なあ。お前だってあれだろ。これとかと絡まないとすよ。なあ。お前だってこれとかさ、横山緑とかさ、結局さ、でもなんか立ち見。ちくらん6位か、あ、ちくらん今6、あ、6位になりました。50位か6位になりましたわ。うん、他の IC 社もこういう話するの知らねえよ。けど、なんかしてる印象あるね。なんかね、他の IC 社もね。立ち見いない。立ち見がなんかね、今いない。ちくらん見ていい？ちくらん。ちくらん見ていい？今、6位らしいけど。うん、初見嬉しい。ちくらん見して。ちくらん、ちくわちゃんランキング。ちくわちゃんランキング。今どんな感じだろう。はい。はい、こんな感じ。あ、立ち見いいんじゃん。立ち見いいんじゃん。あ、ちょ、待てよ。立ち見いるじゃん。待てよ。立ち見いるんですわ。めちゃくちゃ。ねえ。立ち見いるよ。ほら、196人立ち見。ちょっと待って、立ち見いるじゃん。なんで？なんで？うん、ちょっと、これ、上のやつは誰？上のやつは誰だよ？俺より上のやつら。今ちょっとコメント見えてません。はい、上のやつらはね、また、またこいつかよ、よっさんよ。なんでまたよっさんなの？なんでこいつこんな人気あんの？まあ、ニコ生でやってるからだろうな。なんでこんなやつがさ、なんかさ、いつも1位なの？お前らこいつは好きなの？うん、立ち見おめ、立ち見無言、当たり前だろうがって、なんで。な、お前らこいつ好きなの、よっさん。な、ニコ生リスナーや、な、森かよって何が、森っていうの。な、よっさん好きなの。なんか、ほんとによ。645人とかさ、すげえじゃん、ほんとに。もうダブルスコアぐらい、なんか、ダブルスコア取ってんじゃん、ほんとに、俺より。あとは、お天気お姉さん。あとは、なんか、あ、うきょっちさんですね。ちょ、待ってよ、ほんとに。金映えの、よっさんの金映えの現状なんかどうでもいいだろ、そんなもんよ。死刑でいいんだよ、死刑で。な？死刑でいいんだよ、そんなもんよ、よっさんなんかよ。な？まあ、とりあえずそんな感じですよ、ほんとに。よっさんなんか死刑でいいんじゃないよ。金映えだ。金映えなんか死刑でいいんだよ、あんなもん、あんなやつよ。どうせまたさ、外配信でさ、ねえ。ああ、立ち見行けよ、マジザコの塊、渋谷のキング復活したらノコの話だって何が？あ、そう、別に俺興味ねえから渋谷のキングとか。全然興味ねえから。渋谷のキングさんごめんなさい、僕はあなたに興味ないんで。はい。でも、ノリちゃんは本当にね、ショックだな。俺ちょっと、ノリちゃんをちょっとなんか、俺のこと褒めてくれたって、なんかさ、3ヶ月前とかさ、4ヶ月前聞いてたからさ、普通にさ、俺はさ、ね、なんかさ、なんかね、いやー、俺はのりちゃん、あ、やっぱいいやつなんだなって思ったけど、なんで？まあまあまあ、それも愛なのかな、のりちゃん。ね、クソ酔っ払いがってない、そんな酔っ払ってません。配信者、クカセはネオニートって何が。あー、そんなやついたな。あ、千葉ニューのキングに改名しろ。のこもういいよ、なんちょうどないよ。金映えは、難聴は大丈夫。難聴は大丈夫じゃない。ちょっとね、僕ね、簡易限定配信とか、ツイキャスで行って、ニコ生しか見てないね、僕のね、ファンの人ね。ちょっとね、説明すると、僕ね、ちょっと突発性難聴になったっぽいんですよ。うん、突発性難聴に。難聴ってそう。だから、突発性難聴、ディスゲーだよ。まあ、ディスゲーかな。うん。突発性難聴になったらしいんですよ、ほんとに。ああ、ロボダーケイズの、そうそうそう。だから、耳鼻科行ってません。はい。
俺今日夕方の6時に起きたから。夕方の6時に起きたから。そう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 。明日は耳鼻科行ってね。明日だからさ、忙しいんだ最近よ。広告、広告が、アラートね。広告アラートね。あと職人さんもね、遠慮しなくていいから。ね。職人さんも、遠慮しなくていいから、普通に、僕の描いたイラスト、こうやってパーンって、ここにパーンって乗っけていいから。遠慮しなくていいから、職人さん。ね、遠慮しなくていいから。サムラコーチリスペクト。いや、てか、早えな、コメントが。俺が年老いたのか、コメントが早くなったのか、どっちだ。いや、コメント、俺が年を老いたのか、コメントが早くなったのか、どっちなんだ、これは。コメントめっちゃコメント、コメント早いよな、なんかな、やっぱうちの配信。お前が年取った、まあそうかもしんないな、スキル落ちたな。いや、スキル落ちたって言っても。まあまあ確かに昔もこんな感じだったよな、確かにな。俺スキル落ちたんだろうな。いや、だって俺も年だもん、やっぱさ。最近目もさ、悪くなってきてるしさ、いや、マジで。そうそうそう。最近目も悪くなってきてさ、そう、突発性難聴みたいな感じになってるしさ。いや、お前ら30過ぎたらやばいよ、ほんとに。コメ多いの楽しい。いや、コメントはだから、ニコニコは、ニコ生はカラフルにしてくださいね。色コメ使ってください。ね。色米使ってね、BGM はカービィでさ、あのね、耳は大事でしょ。あのね、普通にね、ほんとにね、色米使ってね、皆さん、ほんとに。マジで。立ち見えさん出てんの、ちょっと、こう、ちょっと待って。ちょっと、わかった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 。わかりましたよ。わかりました。クリーパイプどう思う？クリーパイプはちょ、クリ、プリ、クリ、クリーパイプはちょっとなんか最近ね、なんか落ち着いてきたよね。最近ちょっと、まあ、オワコンまでいかないけど、落ち着いてた。立ち見えさん、来た来た、立ち見来ました。はい、立ち見を見れるようになりました。ここ立ち見だからな。見えてます。オッケーオッケーオッケー。立ち見えさん見れますよ、今。はい。君のな、なんか見るわけねえだろ、あんなリア充映画よ。なあ。あんなリア、ってのでも、君のなは、千万人に、日本全国の千万人に一人が見てんだよ。言ったら、日本人口の、総人口の、10分の1がもう見てることなんだよ。まあ逆に見たくなくなるよね。俺見てないよ、まだ。シンゴジラは見てない。立ち入りは見ないんだ。そうそうそう、クルーズ来てるぞ、ハゲ。何が、インコしたバンドボーカルだ、ゲスだって何か。いや、ゲスがインコしたんだよ。ちょっと待ってよ、僕そんなことしてませんから。ねえ、ギャー、汚いって、なら汚いんだ、てめえの汚いだろ、そんなや、ほんとに満喫でさ、どうせさ、お前らなんか満喫でどうせ、クルーズなんかどうせさ、ねえ、日々クルーズ乗ってさ、船乗って、な、沈没する船乗ってさ、そんなさ、お前らさ、ねえ、汚え顔してよ、なあ、オタクみたいな、キモタみたいな顔してよ、クソがよ、ほんとによ、消えろよ、クソが、ねえ、クルーズって何？クルーズっていうのがあるんです。はい。はい。まあまあ、とりあえず、その、のこちゃん来たよ。私を見た。シンゴジラ見た方がいい。これ、ちょっと待って。表示を、ちょっと待って、これ。まあいいや、これでいっか、もう。はい。はい、まあとりあえず、はい、行きました。汚ねえ顔、のこちゃんの参加よ。ゲスはマジでゲスだ。まあ、ツイキャスよりは、まだゲスの話はできるか。ゲスはね、まあね、今回はね、まあ、ゆうこりんね、まあもう本当に飲酒させちゃってね、俺が忠告したのによ、ね、ゲスな、先輩として、同じ事務所の先輩としてさ、ね、忠告したのに。やっぱね、いやー、エノンくんね、なかなかね、もう僕の忠告を聞かなかったから。嬉しそうって。いやいやいや、ゲスはマジでゲス。タートルズ見ろよ。ほのかりんか。よだれ不幸。ちょっと待って。ノコも19歳好きって何か。19歳好きって何か。いや、フィーリングだから。フィーリング。フィーリング。すべてはフィーリング。まあ、年齢も年齢で、あるけど、まあ年齢は年齢であるけど、それは若い子はまあまあ好きだけど、でもね、やっぱり一番はフィーリングだよ。よだれ不幸、よだれ、センスはあったのかな。まあね、ちょっと待って、こっちを立ち見にしたいんだけどな、米ビューの。ちょっと待って、
今日ちょっとまあまあまあ、そんな、ちょっとね、あのね、あの、長くやるんで、ちょっと待ってください。こっち立ち見したいんだけどな。立ち見できない。どうやって立ち見するんだっけ、これ。ちょっと待って。あの日、久々の振り子だから、米ビューの方は立ち見の仕方が、なんかちょっと忘れちゃって。あれ、これどうやんだっけ。立ち見、運営つ、もういいや。もういいや。手動でやる。ゲソな、まあ、いいや。もう、広告読みなよ。いや、だから、ここがありがとうございます。大変だよな。何回配信してんだ。寝ます、休み。早いっしょ。まあ、12時まで起きててよ。はい、こんちゅん。早寝なよ。お前の元カノ結婚したいってどういうこと？意味がわかんない。どういうこと？俺の元カノ結婚だ。つまんねえか、つまんねえの。もう寝たい。ハゲのくせに配信するなよ。お前、それ、完全レイシストだね、お前ね。お前、それレイシストだよ。なあ、ほんとに。ハゲ族のほんと敵だよ、お前は。ありえねえよ。なんでハゲだから配信するなって。ハゲだって人権あるんだ、バカ野郎。なあ、おい。なあ。うるせえ、ハゲ、おやすみなさい。のこちゃん増えてるよ。忘れらんねえよ。大島のこ元気か？元気です、僕は。元気です。最近は元気。最近曲作りばっかしてますよ。いや、ほんとに、ハゲ族で、ほんとに、マジで、弓矢とかで、ほんとにさ、殺されちまえよ、お前、ほんとに、レイシスとかよ。ほんとによ。そんなハゲてないよって。どこがハゲてんだよ、俺のよ。なあ、俺の、ふさふさじゃん。ふさふさだろ。なあ、なんなのこれ、本当に俺の音。肺隠しの坊主、まだって。だから曲の調子はいいです。はい、曲の調子はいいですよ。どこがハゲてんだよ、これよ。まあね、ハゲは否定せんのかって。否定すら、いや、これ見てどうやって否定すんだよ、バカ野郎。どこがハゲてんだよ、バカ野郎。なあ、お前ら、ほんと、現実逃避すんなよ。なあ、マジでさ、ね、こっちはさ、まあ、ほんとにさ、ね、お前らはハゲてるかもしんないけどさ、仲間に入れないでよ。俺はまだハゲてないから。でも安心したまえ。ふさふさでしょ。安心したまえな。ふさふさ、現実さ、言うほどハゲてねえ。そうだよね。言ったら安心しなよ。俺も親父になんかね、言われてきたのが、俺は40歳からお前はやばいぞって言われてるから。そう、40歳から俺はやばいらしいから。40歳な、やって、なったらちょっとハゲるかもしれませんが、それまでよろしくお願いします。そう、毛が細いんだよ。そう、のこはつむじがやばい。まあ、落ち着いてよって。何か落ち着いてるよ、まだ。いや、ニコ生の方が落ち着くね、やっぱね。やっぱツイキャスはさ、いや、違う違う、ツイキャスはさ、やっぱさ、なんかやっぱちょっとピエロ演じてるとこあるからさ。そう、ニコ生の方が落ち着くよ。あと俺、本当にね、目が悪くなった。トマト食べてない、最近は。ニコ生の方が落ち着くよ、俺は。やっぱりなんか、ツイキャスはやっぱ俺ピエロ演じてるからさ。そう。コラボ曲、大森聖子さんとね。のこは前から来るタイプ。顔だけはいいな、やっぱ。顔だけはってなんだよ。いや、俺天才だろ。顔だけはってなんだよ。俺天才だろ。なんか顔だけはって。ちょっと待って。それはちょっとなんか、聞き捨てならないですね。顔だけはって、俺はちゃんと作曲の才能もあるし、な？トークスキルもあるし、これはね、配信のトークスキルもあるしさ、ね。顔だけじゃないだろ、俺は。そうだね、顔だけ。そんなことねえだろ。PV よかった。ストリー決まったの？決まってません。決まってません。そうです。まだ全然決まってません、セトリ。やばいよね。それ決まってないんだよ、まだ。めちゃ魔法ツアーの。曲だけだろ。非国民的ヒーロー好き、ありがとうございます。後で流すから、それ。ニコ生でも。鮫島そっくりだな。なんか昔からこれほんと言われる。なんかね、声だけ鮫島くんに似てるってね、鮫島に似てるってよく言われるんだよね。そら似てるの、俺、鮫島に。のこ、瀬戸に考えるなよ。いや、俺、今回はけど、今回は努力家のこちゃん、非国民的の、あのね、僕ね、今回は、本当に、千葉銀が考えたセトリ、モノカが考えたセトリ、ミサコさんが考えたセトリ、俺が考えたセトリで、それでいくから。マジで。
今回は初めてだよ、これ、マジで。沖縄タイバー知らねえ。落ち着きないな。いや、酒飲んでるから、ちょっとテンション高いの。この後寝るから。言われてね、英雄デビュー、いつすんの？何英雄デビューって。何言ってんの？いつからツアー？いつからツアーって何か。そう、いつからツアーっつうか、まあ。いったらちょっとニコ生でもまた配信するから、ツアー配信。まあ、毎回じゃないけど。毎回じゃないけど。毎回じゃないけど、今回ちゃんと、ツアー、ライブハウス配信するから。ね。ライブハウス配信。ちゃんとしますから。そうそう、行くよ。香川行く。みんなで瀬戸り考えてます。瀬戸り楽しみだよ。美佐子さん瀬戸り良さそう。ほんと。あいつけどまだなんか万問で忙しくて、あいつまだ考えてないって言ってた。どんな瀬戸りになるんだろう。まだ飲んでんのって何が。いや、結局、あ、いや、配信時は特に飲むよ。配信時は。けど俺毎日酒飲んでるからね。今最近はこれ飲んでる。スーパーマーケットで987円で。980、7円か。987円でスーパーマーケットで買ってんだけど、これね。これ最近いっぱい飲んでます。寝る前。どうしても寝れない時は精神薬と一緒に飲んでます。白ワイン、白ワイン。熱いアート聞きたい。バーモンじゃない、瀬戸井楽しい、行くよ、東京。バーモンじゃない、千葉銀首にしろ、なんで？ね、別に千葉銀いいじゃん。千葉銀いいじゃん。別に、あいつがいるから、なんかそういう、なんか、いいじゃん。なんかさ、なんかこういうピリピリした感じがあって。千葉銀と俺との間で、ピリピリした感じがあってさ、いいじゃん。ね、いつか俺またぶん殴られると思うよ。まあ、いいじゃん、そういうのがあって。首にしたらさ、俺のことぶん殴るやつがいなくなっちゃうじゃん。モノ君も丸くなったし。千葉銀目が悪くな、ああ、笑ってない。嬉しそうだ、千葉銀好き。喜ぶね、ワイン好きだね。ワイン好きだ、俺は。もっとマシな配信じゃん。何？もっとマシな配信な、な、何を求めてんの？具体的に主語言ってよ、お前。なんかさ、もっとマシな。けど、バンドスタジオ配信は、ほんと、仏の顔は三度までって言うから、仏の顔は三度までって言うから、まあ、俺は二回嘘ついたな。過去に。君たちにさ、普通にさ、バンドスタジオ配信をするする言っといてさ、結局しなかったじゃないですか。ね？ね、結局しなかったじゃん。でも、まあ、本当に、今週か来週する。今週か来週する。これは約束。バンドスタジオ配信、振りにこれ。するする詐欺な。いや、もう仏の顔も3度までだよ。仏の顔も3度まで。マジで。マジで。待って、特異期限会は死ねよってないが。死にませんよ。どうやって死ぬんですか？殺して生きてくださいよ、じゃあ。残さやっと来れたよ。今日は超絶イケメン、どないしたって何が。僕もともとイケメンですよ。非国民的ヒーローのさ、PV さ、めっちゃイケメンだったよな。マジでな。すげえイケメンだったよね、あれね。後で見せるけど。破ったらどうするか言っとけ。破ったら、じゃあ、今週か来週に、バンドスタジオ配信しなかったら、じゃあ、じゃあ、じゃあ、首切ります。ISIS ま、イラクだっけ？イラク行って、でもって ISIS に、首切ってもらいます。約束します。ISIS に。そう。約束する。今週から来週やるわ。マジで。小学生怖い。顔整って、マジ困る。LINE ID 探そうぜ。大森聖子どうした？やっぱサメ島かよ。どういうことや？雑、ブラック、切ろうね。やめとけやって何が。いや、けど、やめとけやって行くわけないじゃん。絶対にやるから。冗談でもやめ。いや、だから、絶対やるから。今週から来週、バンドスタジオ配信。いや、さすがにそろそろやんないとさ、ね。もうやっぱさ、ネット上ではさ、ワコンだからさ、新生かまっちゃん、コミュレベル今いくつよ。なあ、今いくつ？我ら仏楽しみにしてる。まあ、できるときでいいよ。罪が、罰が重いってないが。死をもって償おう。悪しろよ。いや、だから、今週から配信やるから。バンドスタジオ配信、俺らしかできない配信だよ。ね？そんななんか言う、大手のさ、配信者？
大手かなんだか知んねえけどさ、なんかさ、よくわかんねえさ、ゴミどもがさ、なんかさ、大手とか名乗ってるけどさ、あいつらには絶対できない配信。バンドスタジオ配信。ね。新生かまっちゃんのバンドスタジオ配信。これはもう本当にね、俺らしかできないから。コミュレベル早く、今な、今な、今、今さ、何人？いや、ちょ、待って、今何人？まあ、ファンだけど、無効説なんだよね。今、コミュレベル、96？ え、96ってさ、ちょっと、坂口有の AV 見た、ちゃんと買ってみました、DMM で。買ってみました。はい。ちょっと待って、今さ、コミュレベル96ってさ、めっちゃ、順調に下がってますね。やばくない？やばくない？ねえ。なんで抜けんの？お前らさ、どうせ入んのに。お前ら、ゴミレベル、104とか、そう、もともと104と、そう、103とか104とかだったんだけど、96まで下がりました。やばいよ、オワコン。だ、お前終わってんなって何が。ちょ、待って、順調にオワコン。だ、ちょ、あ、ま、待てよ。あー、ちょ、延長するね。お前らさ、ちょ、なんで抜けんの？なあ。なんで抜けんの？こうやってさ、普通にさ、また舞い戻ってくんのにさ、不死鳥のようにさ、ね、他のメンバーはさ、ね、戻ってこないかもしんないけどさ、俺はさ、戻ってくるから。ね、オワコン族のハゲ、米捨てるよ。残りに似てる人少ない。いや、少ない、当たり前じゃん。ライブハウス配信なんか俺しかしないからな。96とかロックじゃんってね、96って何？96って知らん。配信、フェニックス、マジでプロかよ。アンリちゃんって何？アンリちゃんって。お前らなんかさ、よくわかんねえ、く、なんかよくわかんねえ、黒とか、アンリちゃんとかさ、なんかさ、普通にさ、なんなの？ニコ生主のさ、配信者。ねえ、お前が知ってるさ、配信者の名前をさ、あげてもさ、俺が知ってると思ってんの？なあ。本当によ。お、別にニコ生見てねえんだよ。なあ、そんなよ。なあ。なんでアンリちゃんってよ。なあ。おい、坂口あんり、あ、そっちのあんりか。ニコ生主じゃねえか。坂口あんり、あんりちゃんはね、まあ、ね、まあよかったですよ。ね。今、まあこんなこと言ったらあれだけど、まあ、高翔の方が、まあちょっとよかったかな。高翔の方がよかったかな、俺は。高翔、配信者や。高翔、そう。坂口あんり、キャスあと、あ、そう、坂口あんり、どうでもいいや、もう。高翔のが良かったな、俺は。コミュってのはコミュ抜けたんだよ。新生かまっちゃんってバンド名だけ一人歩きしてる。まあそうだね。いや、けどそれは強いことじゃん。立ち見えさん。ね。なんて日だ。ね。いい声だな。まあ言ったらさ、俺さ、ニコ生さ、久々なんだけどさ、フリーニコニコな。ただでニコ生すんの久々なんだけどさ、初めて俺のことを見たっていうさ、リスナーの人もさ、多分ちょっとはいると思うんだよ。俺って面白いからね。トークスキルあるし、天才だし、マジでミュージシャンだし、第一人者だから、配信を使って、インターネットを使って、メジャーミュージシャンに、ね、芸能人になれたっていう、その第一人者の人ですから、よろしくお願いします。はい。最初にノコ見たとき怖かったよって何か。まあまあね。まあね。今はね、けどね、今も別にね、まあ、今は怖くないかもしんないけど、僕は、今は、隠し持ってるんですよ。刃を。ナイフを。いつでもね、いつでも、研ぎ澄まされたナイフを、ね、人を殺せるナイフを隠し持ってるだけなんですよ、今僕は怖いですよ。パイオニア。今も怖いです。いや、切れたナイフ。錆びたナイフ。いや、そんなことない。いや、今は隠し持ってるだけだから、こうやって懐の中に。そう。の、こんばんは。立ち見てるよ。立ちもたまに。はい、ビスト対バンしてくれ。え、ビスってさ、あ、そっか、復活したのか。ビスってあんまわかんないんだよね。俺、ビスとかビッシュとか。あんまわかんないんだよ。錆びたバターナイフ、うざいけど天才だよ。いや、天才だよ、お前ら。お前らさ、だからさ、ワコンってさ、さっきコメントいっぱいあったけどさ、つまんねえとかさ、まあ、つまんねえはつまんねえでさ、別にそれはいいんだけどさ、オワコンっていうのは違うね。オワコンではない。俺は。
新生かまっちゃんはネット上ではワコンかもしんない。確かにね、他のメンバーが配信してないとか、まあそういうのがあるからさ、そう。他の配信者がさ、普通にさ、なんかね、配信してないとか、他の配信者が他のメンバーか、ね、それが配信してないからさ、ね、まあ俺もなんだけどさ、それ言ったら。まあでも、作曲の能力があるから俺は。ね、絶対的な作曲のトコさん天才すぎ。お前の一人歩き。きっとよくなさ、クソでした。生うどんちゃんと対バンして、宣伝の問題、ワコンじゃないよな、俺な、ほんとにな。面白い話して、しかのことがあんまり、名言、何が。いや、ワコンじゃないよ、俺は。いや、これからじゃあお前ら多分、まあ、ニコチューは多分聞いてない奴らもいると思うから、非国民的ヒーロー流すな。残りの曲いいよな。いや、俺ほんとにね、すごいよ。俺のメロディーメーカープリキは。はっきり言って。これから、大森聖子ちゃんと、コラボした、俺が作曲したんだけど、それちょっと PV 流すから、それっきり、のこ天才なんだよ。俺は天才だよ。な。のこさん。のこめー、め、ま、マジで目がやばいって、どういうことだよ。のこさん。コメントが流れ、ちょっとコメント流れねえな、ちょっと待って。待ってください。久々に、ごめんね。みんなごめんね。ごめんね。いや、久々のなんか振りにこれちょっと、なんか慣れてないわ。ごめんね、ちょっと今、アクシデントが起こってる。あ、これ立ち見えになった。戻った。久々の振りにこれ。これから振りにこやってくから。これから振りにこもツイキャスも。大丈夫。大丈夫。綺麗な曲。なんで謝ってるのって何が。いや、俺は礼儀正しいからで。そこら辺のキチガイと一緒にすんなよ。な？よくやん、緑とかよ。な？なんかわかんないけど、ニコ生とか犯罪者しかいねえだろ。俺はその中でも、うんこちゃんと同じで、しっかりしてるんだよ。うんこちゃんもしっかりしてんじゃん。ね？俺は違うから。マジで。しっかりしてるから。こいつが天才だとしたら世の中、世界中に天才がいっぱいいる。あ、上げてみろよ。じゃあ誰だよ。誰だよ。ふう。誰だよ。なあ。健康有料愛者。礼儀正しい機材。新曲かよ。新曲ちょっと、もうちょっと待って。もうちょっとで流すから。ねえ、誰だよ。なあ。ほんとによ。ふうか、ボブ、あ、ボブリシャスさんね。ボブリシャスさんさ、俺さ、最近気になってんだよ。あの人もさ、だからさ、俺シンパシー感じんだよ。さっきツイキャスでも言ったんだけどさ、俺さ、あの人さ、普通にさ、俺と同じような感じじゃん。やっぱさ、配信をさ、踏み台にして、その後、芸能界デビューしたっていう、ね。シンパシー感じる、ボブリシャス。そうそう。あんまり見てないけど、ボブリシャスずっと見た。俺全然知んないんだけどさ。あの可愛いよね。テレビで、誰やねん、このループマン。メンヘラ系か。知らん。俺あんま知んない、ボブリシャスさんのことは。あんま知んないんだけど、そう。なんかシンパシーを感じるわ。ヘイホー聞いたよ。ヘイホー聞いた。高田健士誰知らねえよ、そんなやつ。川谷絵音の遥かにレベルが先ほど、信者が。川谷絵音の方が何上何言ってんの。自備会行った方がいいじゃん、それこそ。ね。僕がなんか自備会行った方がいいとか言われてますけど、ね。僕がなんか突発性難聴っぽい疑いあるから、自備会行った方がいいとか言われてるけど、あなた、本当にね、ね、君たちのが、そういう人たちの方がなんか自備会行った方がいいんじゃないですか。ね。エノン君は確かに俺は、天才っていうか天才じゃないな、あれは。あれは秀才だよ。秀才。いい大学入ってるみたいな。俺の言ってることわかるでしょ。お前、耳鼻科行けや。行きます。はい。あれは、エノン君は言ったら、いい大学入ってるみたいな。俺の言ってることわかるでしょ。ただのエリート。エリート、あれは。ね。ただのエリートなんだ、あいつは。な。音どのくらい聞こえるの？いや、聞こえますな、ちゃんと。あれはやりちんだよ、のこちゃんギャン。なるほどな。いや、わかるっしょ。とにかく病院早く。わかる、いい子ちゃん系やな。いや、いい子ちゃん系もそうだし、他のエリートだよ、あれは。エリート。
ああ、マジで。天才じゃない、あれは秀才。うん。俺みたいのは天才。じゃあ天才は誰だって。みー、俺だよ。天才は俺だよ。ああ、マジで。エノンの話、ええから。まあいいな、エノン君はまあゲスキアはまあ消えるからな。あんだけちょっとな、他の事務所さんに迷惑かけちゃったからな。でもさ、戻ってくんだろ、エノン君よ。なあ、ゲスキアよ。なんか活動休止しますとか言ってよ。なあ、戻ってくんだろ、あいつらよ。なんか半年ぐらいでよ、肺隠しの天才。大島は天才と騎士の天秤だな。ありがとうございます。ジーニアスの子ちゃん、戸川純がって、戸川純さんって、エノンは気持ち悪いって、そりゃ、そういうことは言うなよ。気持ち悪いとか、それは違うだろ。なあ、戻るって、そう。いや、戻るにしてもさ、3年くらい自粛しよう、3年。多分、半年ぐらいで戻ってくるんですよ、多分、ゲスキは。なあ、本当にさ、半年なのわかんない。俺の予想は多分、半年か、1年で戻ってくると思う。俺の予想ね、これは。マジで。いや、さ、それがさ、そんなもんがさ、反省したって言うの？言わねえだろ。なあ、反省、そうだね。イコー様のドラマってさ、次会うと気まずくなりそう。いや、別にいいよ。エノに殴られても。そしたら警察呼ぶから。このキノコ頭に殴られましたって。俺警察呼ぶから。でもってエノいっぱい金持ってっから、いっぱい踏んだくるから。いっぱい金踏んだくるから。多分エノ君も俺のディス絶対聞いてるから、絶対確実に聞いてるから、絶対確実に。キノコ頭同士、千葉人ハゲの。あ、ベッキーはかわいそう。ベッキーかわいそうだよな、本当にな。警察使う、当たり前じゃん。使いますよ、あいつ金いっぱい持ってんだから、お金くれ。エノンのことはね、キノコ対キノコって何か。俺ちょっとなんか髪伸びたよね。ちょっとそろそろ髪切ろうかと思うんだよね。俺髪なんか伸びたよね、なんかね。髪伸びると嫌なんだよ。なんか俺なんかね、やっぱ坊主とかさ、してみたいんだよね、坊主。年明けですぐ活動しそう。まあわかる。ね、なんか結構多分すぐね、活動再開すると思うよ。坊主行ってみようか、まあ、のこちゃんディスやめてってなんで。いや、ディスじゃないよ、これは。愛だよ。ゲスキオは好きだもん。愛だよ、これディスじゃねえから。それを踏んだくろうぜ、ロン毛にしろ。ロン毛ロン毛前世紀のTK みたいな。小室哲也みたいな感じ。ありえねえだろ。俺、ロン毛とか多分気持ち悪いことになるよ。俺、ロン毛多分似合わないと思うよ。ロン毛は多分ないと思うな。今、ちくらんないかな。今、ちょっとね、11時半か。みんな寝らしてるから減ってるかな。ちくらんちょっと見せて。金髪坊主にしろ。やだよ、染めんのはやだ。染めんのは。染めるのはね、やっぱね、ハゲちゃうから。ハゲんのは嫌なんだよね。ロン毛は似合う。そう、ロン毛多分似合わないと思う。じゃあ、6位じゃん。6位。6位で、でもって、ウキョチさんに勝ってんじゃん。ウキョチに。ウキョチさんに勝ってますよ。今、175人で立ち見え。175人立ち見え出てます。はい。立ち見え出てるってことは、まあわかんない。何人いるか。まあとりあえず175人か600人とか、そんぐらいかな。600人ぐらいかな。今ね、僕の、今このね、ニコ生。ね。いや、ほんと、ツイキャスのやつらさ、来いや！ほんとに、あの時1500人いたのによ。なんで来ねえんだよ。6位。延長しなさいよって何か。延長してるよ。残り30分あるよ。どれ、早く新曲流すよ。新曲流すか？延長しよう。だから延長してんじゃねえかよ。残り30分あんだよ。なあ。延長してよ。残り30分あります。はい。寝たんだろ。松本人志みたいに金髪で時間稼ぎでしょって何か。別に時間稼ぎだ。そんな時間、金髪にして、まっちゃんみたいに金髪にしたところで時間稼ぎとかや。普通にや。そんなもんや。なあ。普通にそんなもん。もう10秒ぐらいしか持たねえだろ。なあ。声うるさいって何か。声うるさいっすか？声うるさい。
なんで怒ってんだって。いや、怒って いや、怒ってないよ。ちょっと待って、怒ってないからね。ちょっと待って、おかしい。怒ってないから俺。なんで。ノコは今日戦闘モード。ちょっと待って、怒ってないから。なんで怒ってないの。なんで怒ってないのじゃない。僕はあれ今日怒ってないから。まったりしてるよ。ニコ生の方が落ち着くから。今日は静かだよ。酔っ払いなだけ。激怒やと怒ってないだろ、俺別に。そんなに。そんな俺なんかディスってるか他のアーティストのこと。喧嘩越しやんって何が。え、何が。俺他のアーティストのことなんかね、ディスってる。なんて日だって言いそうってなる。マイクの持ち方かっこあるぞ。はい。いつもの声量だよ、これは。ね。俺はいつも安い。ディスばっかで面白くない。え、何が聞きたいの逆に。お前言えよ、じゃあよ。主がねえんだよ、てめえよ。なあ。お前、じゃあ何が聞きてんだよ。主がねえんだよな、そういうやつに限ってよ。なあ。ね、ディスばっかで面白くないとかよ。なあ、ゴミが。なあ、クソ野郎。なあ。じゃあお前、主をかけよ。どんな話してもらいたいんだよ。おい、クソ野郎。なあ。なあ。死後中来た。いや、主語は、だって主語はねえじゃん、ほんとにや。大森聖子更年期は知らねえよ。大森聖子ちゃん更年期じゃないでしょ。新曲かよ。ごめんね。いや、まあごめんねって言ったら、こちらもごめんね。被告民的ヒーロー。キレすぎ笑うた。いや、キレるっしょ。ね、ディスばっかりつまんないって言ったらさ、じゃあ何の話をさ、聞きたいかさ、コメントで書けよ。なあ、これ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 の、あのね、これこれじゃないよ。あの、これ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 のコメ、あのね、話題が、聞きたいんで、ね、ディスはやめてくださいって、ね。主を書けや。なあ。サムネ変え、サムネは変えたいね。確かに。お前らさ、サムネ、サムネ変えたい。これこれなんかどうでもいい、あの雑魚。ね。あの雑魚どうでもいいよ。これこれとか。ね。あんな一時的な雑魚。ね。まあ、とりあえず、嘘です。これこれさんは僕は認めてます。ね。これこれはすごいよね。これこれは僕は認めてるよ。ディスできるのノコくらいだってどういうことだよ。そんなことねえだろ。配信者なんかみんなディスってんだろ。別にそんなさ。サムネ書いてやるよ。書いてやるよって言っても、そんな、だってさ、だって別にその俺メールアドレス公表してるわけでもないしさ。そう。俺が自分で書くしかない。これこれ嫌いしね。気になる配信者いますか？だから俺最近配信見てないんだよね。気になる配信だからさ、あのニコ生だとさ、相変わらずだとさ、どうせさ、横山緑のさ、一興なんだろ？あのさ、ね。あのなんか覆面野郎。ね。どうせそいつばっかめ、なんか人気者なんだろ？他の配信者の話なんかしたくねえよ。ひもさんなんか余計したくねえよ。なんかのこちゃん久々に見る。これニコ中の人ですね。久々にあの、フリニコやってまーす。でもまたなんかバンドスタジオ配信とかフリニコ今後ちょっとね、近々やっていくんでよろしくお願いします。はい。おやすみなさい。おやすみなさい。寝るの早えだろ！ねえ。寝るのまだ11時さ、30分だよ。寝るの早くない？ねえ。寝るの早くない？ミサコに電話とってどういうこと？横は見るのは、いや、横は見るってハゲてんの？まあいいや。どうでもいいや。メアド探せって言われてるってどういうこと？バンドスタジオ配信は、まあ、そろそろしますよ。します。しなかったら、本当に、メキシコまで行って、ね、ISIS に、ISIS、メキシコはロスセタスか。メキシコは、ロスセタスというマフィアがいるから、ね。ロスセタスに、処刑されてきます。嘘ついたら。今週か来週。やります。はい。これは約束破ったら、メキシコ行って、メキシコのマフィアの、ロスセタスに、ね。処刑されてきますよ。はい。なんでもニコ生したのって何お前。言語障害か、てめえ。本当おしまいが配信やんねえなって何。いや、けど他の配信者けど、みそこさんとかツイキャス。だから要するにニコ生やってないってことっしょ。
ニコ生やってないってことでしょ。あの、他の配信者、他の配信者ね。あの、他のメンバーは、ツイキャスやってんだよ、キャス。あの、ニコ生のコメントでブルっちゃって。ね。うん。こうやってつまんないとか、オワコンとか言われんのが、別につまんないとかオワコンとかさ、だって俺らのさ、新生かまっちゃんの配信ってさ、言ったらさ、まだ優しいじゃん。他のニコ生配信者のさ、あのディスコメントに比べたらまだ優しいじゃん。ね。それなのにブルってんだよ。ね。キャッサーだわ、オワコンは合ってる。うん、ノコに遠慮してる。じゃあそんなことない。ミサコを出せ。いや、だから出すから。今週か来週、バンドスタジオ配信するから。その時思いっきりディスってやれ。ね、ネタだから楽しいのに。ちょっとニュースない。怖がっとるで買えない。うん。ちょっと、みんな好きだもん。よだれ出てないよ。うん。家でバンド配信ってないじゃん。警察で26人ぐらい来るだろ。俺ん家でやったら。俺んちでお前、バンドした、お前、バンド演奏したらお前、警察がお前36人ぐらい来るだろ、お前。やだよ。そんなん、やんねえよ。モノくんの配信待ってる。モノくんの配信はね、まあ、なんであいつやんないんだろうな。まあ、わかんない。まあ、やらせるよ。この配信終わった後に LINE するよ、やる。みんなが待ってるよって。ね。みんな、あのね、モノガールが待ってるよって。ね。ああ、モノガールが、多分、日本で、多分、二人いるからさ、二人。ね。もう、その一人は嫁なんだけど、嫁とあと一人いるから。モノガールが。待ってるよって LINE するから。そう、モノバール。モノバールじゃありません。ね。勘弁してください、鶴さん。勘弁してください、鶴さん。うん。何でもしますから、勘弁してください。ね。バールじゃないから。ね、モノガールだから。ね。あと一人代で。懐かしいモノガール。あ、モノキャン。あ、バール。あ、二人かわいいな。あ、ノコガールって何人くらいいんの？いや、千人くらいいるだろ。あ、いて、ノコガールはほぼ、信者だからね。宗教だからな。ノコガールは宗教みたいなもんだからな。モノガールよかったね、モノ雑。いや、モノくん最近ほんとやんないよな、あいつな。千葉銀もな。千葉銀もほんと最近なんかさ、ホテルのさ、ツアー中の配信さ、あいつさ、普通にさ、あいつさ、なんかツイキャスばっかりあるよね。なんか知んないけど。ねえ、ノコガール増えた？いや、それは増えるに決まってんじゃん。今後もいっぱい増えてきますよ。僕いつか宗教立てますから。ねえ、ノコノコ教。ねえ。ああ、のこのこ心理教をね、いつかね、創設しますから。はい。はい。ツイキャスで毒されてるな。はい、ノコガールです。ノコガールだよ。はい、宗教入る。はい。はい。ノコガールマジ怖い。ダネーキャス、そう。ソロでやろう。やんないよ、ソロでは。新生かわっちゃんで頑張っていくよ。あのアゴある、もっと飲もうぜ。もっと飲もうぜって、いや、結構飲んだけどね。いや、結構飲みましたけどね。ツイキャスからやっていくから。モノガール、ノコノコじゃなかった。確かに最近みんなないな。いや、特にまあ、ミサコさんね。まあ、100歩譲って千葉銀とモノクはホテル配信してんじゃん。ミサコさんが最近本当にね、やっぱね、やっぱアイドルだからさ、この前も言ったけど、お前らさ、出てきた瞬間にさ、ブスブス言うからさ、そう、ブスブス言うから、あね、ほんとにさ、31歳ババアが来たとか、ね、そんなコメント打つなよなあ、ニコ生だから、言ってないわ、お前は言ってないかもしんないけど、来るんだって。なんか、ババアとかさ、ほんとに、ミサコババアになったなとか、そういうの結構さ、気ついてんだって、絶対にミサコさんは。言うなよなあ、ほんとに、愛だよ、愛。いや、それはさ、俺だったらさ、愛って受け止められるよ。それだって、あ、いや、それは愛だよ。ね。俺もわかってるよ。でも、ミサコさんは、それが愛として受け止められない人なの。アイドルだから。ね。アイドルだから。ね。そう。聞いてるか、モナー。なんだ、モナーって。うん。ミサコさん、正直可愛いから、大島ガールが言ってんだろ。ノコが言ってるって言って何か。どういうことだよ。振りですね。
てか挨拶みたい。だからニコ生。お前の本心だ。そんなことねえよ。俺、ミサコさんは可愛くなったと思ってるよ。俺の本心じゃん。ミサコさんは明らかに可愛くなったと思ってるよ。まあ、言ったらミサコさんは24歳。初めてよね。あ、23歳か。23歳の時にミサコさん初めて会ったんだけど、その時は一番ね、あのね、ミサコさんがね、一番可愛かった時ですね。23歳のミサコさんが可愛かったね。あの、ピアキャスの8年前のあの、録画見てくれたらわかるけど、うん、8年前のミサコさんが一番ね、やっぱ絶頂期でした。はい。でも今も可愛くなったよね。今も可愛くなった。本当に化粧上手くなって。うん。若いもんね、今も可愛いわ。それは今化粧上手くなったからね。はい。ああ、ツイッター笑ったけどね、ってのはどういうこと ?57 歳のノコアール、ありがとうございます。ありがとうございます、ほんとに。いや、嬉しいです、ほんとに、マジで、それは。はい、ノコ見るね、あんちゃん。あ、いや、あるっしょ、ほんとに。ちょ、待って。いや、ちょ、ってさ、今さ、オートラポがあった。つまり今は劣化。いや、劣化してるよ、当たり前だろ。劣化しないの俺だけだよ。なあ。劣化しないのこんなに美白でさ。千葉銀もさ、ちょっとぷくぷくになっちゃったりとかさ、ね。モノくんもさ、ね、もうなんかね、もっとなんか顔がでっかくなっちゃったりとかさ、ね、僕だけですよ。ね、本当に若返ってんの。ね、色気づいて可愛いよね。まあ色気づいてますね、ミサコさん。ノコさんだけだけど、ノコおばさんに好かれすぎ。いや、俺は昔からおばさんに好かれるから、バイト時代から。お姉さんとかね、そういうね。うん、俺はほんと昔からそうなんだよ、マジで。うん。いや、おばさんとか本当に、いや、本当に、本当にこれそうなんだよ。やっぱ、母性本能をくすぐるんだよ、俺は。うん。母性本能を。ね。うん。そうそう、ノコも置いてますよ。置いてねえよ。どこが置いてよ。俺31歳だよ。お前いくつだよ。おい。ニコ中だからといって、ニコ中年齢層高いかもしんないけどさ、ためかもしんないけど、お前さ。お前、鏡見てみろよ。なあ。おい、本当によ。なあ、俺なんかめちゃくちゃもう、めちゃめちゃピッチピチだぞ、ほんとに。言うてもお前もおじさん、まあ、肩書きはな。けど実際問題は俺はどこ、もう、いや、だってさ、俺さ、普通にさ、他のさ、だから、この前のアットジャムフェスとかさ、まあ、ほんとに幕張メッセのさ、まあ、ほんとにね、すごいフェス、ね、いっぱい出たんですけども、フジロックフェスとか、そういう時にアイドルとかもいたんですけども、ね、その時に僕は、もうアイドルに、初めて会ったアイドルに、ノコさんって、すごい、もう19歳に見えますよねって言われたもん、俺。うん、19歳に。うん、マジで。うん、マジで。24、25、いや、19歳に見えますよねって。あ、まあこれ配信通してるからだろうな。リアルで会ったらもっと若いから。25歳とか言ってるやつ。それはバカにされてない。あれ、社交辞令じゃない。いや、本当に。いや、これ本当にマジで。あ、盛るな。うん、あと、本当に、焼きうどんの、生ハムと焼きうどんの東ちゃんも言ってたもん。うん、言ってたもん。マジで。うん、社交辞令じゃねえ。うん、それはないわ。嘘。氷川きよしに似てる。やだね、だら。やだね。やだね、だら。やだね。本当にさ、こっちが嫌になるわ。本当によ。なんだよ、氷川きよしってよ。なあ、本当によ。氷川きよしさんとか懐かしいな。似てるね。うん。本人を似た。あ、なに、顔はってこと？うん、顔似てる俺、氷川きよしさんに。うん、そんな歌い方じゃん。アホみたい。ひどい。今の顔、おっさんだわ。久々に聞いたわ。ね。あんま氷川きよしさんあんま気づいたのかね。あ、聞かないよね、最近ね。俺らより聞かないよね。どうしちゃったんだろうね。新生かまっちゃうよりさ、聞かないよね。なんかな。ね。東ちゃんとのこちゃんお似合い。笑い止まらん。何か。あ、こんなんで笑ってくれるんだ。え、何？あー、まあ、これはまあ、追加スリスナーかな。うん。うん、まあまあ、言っても、まあ、言ってもさ、俺のさ、フリーニコニコなんてさ、言ったらさ、まあ、追加スリスナーもいっぱいいてさ、会員の人もほとんど会員の人だと思うからね。ほぼ会員だと思うからね。マジで。ノコはたまに思う。腕どうしたって。あ、そっか。お前ツイキャス見てないから。ツイッターとかツイキャス見てないから。最近僕31歳になって、リストカットしたんですよ。リストカット。また31歳になってリストカット。
でもひどいもんですよ。ね、ちょっとね、本当は、お医者さん行って縫いに行きました。そんぐらいのレベル、やばいやばいっしょ。そうそうそう、見せたいんだっていう会員ちゃうで。あ、会員じゃない人もいると思うけど、ほぼ会員だろな。会員ウェイな、アームカットか。そう、アームカット、アームカット、そう、アームカ、いや、そうそうそう、アームカ、もうイカ焼きみたいになってんだよね。ずんどくぶしザクザクだね。もはやリストじゃないな。いや、俺ね、本当にね、マジでね、イカ焼きみたいになってんだよね、なんかね。もうなんか、本当に。イカ焼きみたいになってんですよ。なんだかもう。ね。まあ、けどまたまあ、さっきもなんか追加で言ったけど、普通にまあ、リスカはまたするだろうね。恥ずかしくないのって何？何が恥ずかしいの？ね、今更僕に恥ずかしいことなんかあんの？別に僕、うんこ見せてもいいよ。うんこ見せても別に全然恥ずかしいと思わないよ。はっきり言って。でも正直俺恥ずかしいことがないよ、今。今ってか、元から。マジで。あ、音楽終わっちゃった。ちょっとまたかけるね。マジで。カンニング竹山やね。いや、別にマジで。うんこはさすがにね、俺嫌いだからあれなんで、自慢すんな、ハゲ。いや、けど別に V 字オナニーとか別にバンななかったらね、ニコナはバンななかったら別に今でもやっていいよ。全然恥ずかしさがねえよ、俺は。じゃあ、って、あれ、な、ちょ、音楽流すね。ちょ、待って、新生かわっちゃん流すか。新生かわっちゃん。新生かわっちゃん。来ました、僕の曲です。ね。31歳でもアムカするのか、するよ。いや、だから、これから先もするって、俺は。50歳になってもさ、70歳になっても。そんな彼氏やだ。何言ってんだ、このクソリア充が。なあ、彼氏やだ、とかな、ほんとクソがや。ほんと FC2 行かねえ。FC2、FC2 だったらバンなんねえのか。知らねえけど。FC2 行かねえよ。なあ。僕は、ニコ生か、ピアキャスか、ツイキャスの人ですよ。ねえ、聖剣天使という曲って何が？なんで？別にこの曲だったらいいだろ。会員限定だったら、会員限定の曲なら、この曲だったら別にいいだろ。な。ベビーネタ、ベビーネタ流して。ベビーネタ持ってねえや。ピアが、なんで腕切るのって何が。なんで言う、いや、死にたいからだよ。死にたいから切るんだよ。アムカだけはやめて、いや、死にたいからだよ。これもいいじゃん。最近曲流します。はい。いや、曲ね、なんかね、やっぱ、いや、なんかね、なんか生主っぽい感じを、なんか演じてるんですよ、最近。せっかくさ、高級 PC 買ったんだからよ。そうそう、高級 PC 買ったことによって、なんか、曲流せるようになったからさ、流させてよ。ね、普通に。ね。足切りますよ。とりあえず、ちょっと待って、残り15分か。ちょっと、一応延長しとこう。はい。そう。今、ちくらんないかな。ちくら、今コメント見えてますね。見えてます。アリーナ明け見えてます。いらね、PC くら。今日もカマキリっぽいな。どういうこと？いや、てかさ、マジでさ、ニコ生とかさ、俺ほんとに、まあ、ツイキャスもなんだけどさ、どこも見てないんだよけどさ、なんか寝るとかいう、このクセあるわ。俺のことなんか昔、今寝るとかいうやつがなんか1位なんだけど、こいつ昔俺のことディスったんだよ。なんか寝るとかいうこのクソ野郎。なぁ、寝る。お前らニコチだったら知ってるやろ。ニコ生オワコン。ロマンス期待まで、寝るって何が。次がお前ら死んだやついると思うけど、まあいるんだよ。なんか寝るとかいうなんかニコ生有名な人。こいつは俺のことディスったんだよ、昔。なんかこいつや。この、なんか、クソ野郎。なんかね。じゃあ、って、8位下がってんじゃん。ねえ。8位に下がってんじゃん。じゃあ、ってよ。今、8位なんだけど。しかもさ、じゃあ、立ち見えだしさ、172人、立ち見え、立ち指いかねえし。振りにこれこの話じゃあなって何？どういうこと？何の話すればじゃあさ、なんか伸びるの？なぁ、キチガイ外配信とかやんねえよ。
今9位だよってないが8位です。はい。うん。気にするなよって気にするっしょ。何が気にする決まってんじゃん。トップ狙いたいじゃん、やっぱ。あ、面白いことしろ。面白いことしろって、だってさ、お前らさ、ニコチュー取ったらさ、言ってもさ、バカだからさ、お前らさ、ニコチュー、ニコ生リスナーさ、お前らほんとにさ、結局さ、なんか岸川外配信とかしてさ、それでうわーとか未だに言ってんでしょ？ツイキャスリスナーと変わんねえよな。なんかさ、面白いことしろとかさ、結局岸川外配信とかだろ？なあ、進歩ねえよな。マジで。なんかさ、ニコ生自体、いまいちだから。シュールな配信しろよ。シュールな配信って何？シュールな配信ってどういうこと？俺がなんか、犬になるとか、ワンワン配信とか、シュールな、シュールな配信、ワンワン配信とか、シュールって、ワンワン配信。大島金牌逮捕されたらしだ、次が、金牌なんかどうでもいい、あの雑魚、ほんとにや。うん、あいつすぐ死ぬんだから、あの死刑になっちまうよ。うん、逮捕されたんなら。うん、まあ、とりあえずどうでもいいや、金牌なんか。はい、とりあえず、僕は、ね、これシュールな配信、ワンワン配信ってなんだ。こうやって、犬の真似したい。ずっと、もうコメントも、コメントもなんか無しかとして、こうやってもうね、あ、けど、ね、思い出した、けど、これ、思い出した、俺けど、ピアキャスの時俺これけどやろうと思ったんだ。思い出した。ピアキャスの時俺けどこれやろうとしたんだよ。ワンワン配信。うん、ピアキャスの時。うん、思い出した。ずっと、そう思い出した。ずっと、コメントとか、まあ読みつつも、ワンワン、犬になりきる。うん、例えば、ちょっとやったことないんだけど、こうやってね、こうやって、ピアキャスだったらこれがションベンできたんだよね。そうそうそう、思い出した。ピアキャスだったら、ルールなかったから、ションベンできたんだけど、ニコ生だとバンになっちゃうから、そう。あっそういう配信をね、ピアキャスの頃ね、そう、ションベンもしてやろうと思ったんだけど、バンになっちゃうから、ニコ生ね。そう。そう、終了。うん。ああ、そう、そういう、こういうね、終了配信をね、そう。あ、絶好調だね。つまんね、見てや、残さんさよなら。十分も、うん、そう、ここまで笑いなし。とりあえず、米読めや。来られたファービーみたい。それで、それ、会員でやって。あ、別にいいよ。あ、お前ら会員になってくれんなら。うん。お前ら会員になってくれんなら、全然やるよ。あ、マジで。あ、バードで、ね、会員くらい飲もうぜ。あ、それ、親父さんの前でやってみた。むしろ、親父にやってもらったよな、あのハゲな。親父にやってもらったよな、むしろな。マジで。うん。曲流してって曲流してんだろ、今よ。ね、今曲流れてますよ。うん。やっぱタバコは進んじゃうな、配信してると。ね。ゴーム無駄。一つ、ただやって。うん。最近引っ張りすぎてどういうこと？幸せな時間、うるさい、嫌な、帰れない、やれないで。いや、お前ら帰りなれよ。うん、ほぼ会員限定配信いっぱいやってんだからよ。うん。新しい曲も聴け、新曲も聴けよし、俺のね、天才的な。ね、神曲。うん、森がディスってるぞ。キャスに帰れ。誰だよ、森って。犬プレイ。なんだ、絶対嫌だ。嫌だね。もうやめた。やっぱ振りに来いな。なあ、やん。てかさ、ちょ、待って、俺さ、振りに来いなって。ちょ、待って、職人さんさ、来てなくない？職人さんを待ってんですけども、職人さん今と来てないよね。ねえ、ちょっと待って。今ちょっと立ち入り列さん、ちょっとごめんね、ちょっと、
ああ、ちょ、あ、あれ、ちょ、待って。あ、職人、立ち見、A 列に B 列にいいかわかんない。職人さん、会員なんかだらねえ。あ、別にいいよ。うん。職人にも見放されたオワコン。え、なんで？え、職人さんだって俺会員限定でもさ、普通に職人さん出てきたよ。なんでだろう？歌ってないから。どういうこと？うん、新曲 MV 流せばね、来るよ。あ、そうかな？じゃあ新曲 MV 流すか。うん。職人さんお仕事中かな？うん。職人さんちょっと来てほしかったな。なんかな、俺の絵な。うん、お父さんハゲ言うな。だってハゲじゃん。俺もハゲるんで。うん。俺も足細くないって。あ、細いです。じゃあちょっと流すか。流せば、流せば、多分、非国民的ヒーロー流せば、職人さんが多分出てきてくれるかもしれない。ね。職人待ち、いつ面白くなるさ、オワコンじゃないけど。いや、結構ね、ちょっとね、今ちょっと非国民的ヒーロー流すから。ああ、職人は何この振り。ちょっと待って。職人ってまだいるよ。俺の会員限定配信では職人久々に出てきてくれたんだよ。あ、この前。ちょっと待って。じゃあちょっと、音楽飛びます。聖子ちゃんほんといいよな。の体重何キロ？今俺でね、ほんとにね、46キロ。マジで。俺ですね、ほんとよ、これガチで46キロなんだよ、今。体重。やばくない？うん。46キロだよ。うん。マジで。言ったらそこら辺のさ、女よりもさ、俺さ、多分体重さ、低いと思うよ。羨ましい。やばい、食べて。いるよね、職人さ。いや、まあ、いるのかな、知らんけど。いら、今。これでいなかったら、あれだね。これでいなかったら、まあ、職人さ、今日はちょっとね、まあ、仕事で忙しい、仕事で忙しいって感じでしょ。はい。ね。ガリオワコンです。俺もそんな。砂糖舐めない。いいね。156。ネットジェネの時の職人さんすごかった。それも最近じゃん。職人さん別に残ってんじゃん。うん。だからこれ、非国民的ヒーロー流すから、これで職人さんね。職人さんって言っても、俺が言う職人さんは、あれだよ。僕の描いたイラストだよ。イラストが、花ちゃんとかが、こうやって、ここにポーンと出てくるみたいな感じだよ。うん。星が流れるとかそういうことじゃないよ。うん。花ちゃんとか、ね、ポーンって流れる。ね、それだよ。うん。ごま油吸いないとどういうことだよ。うん。のこちゃん身長何センチって何か。身長は172センチです。はい。とりあえずは、ちょっと流すね。これ。はい。素敵ね。いや、これはいい曲だよな。いい曲だよな、つうか。まあ、俺の曲は全部いいんだけど、ね。うん。俺の曲は全部いいんだけども、そうそう、見たい。あのね、うん、職人ハードル上がったぞということ。俺の曲は全部いいんだけども、まあ、これはやっぱさ、OS 宇宙人とか、あんじゃん。まあ、あれもさ、あれとかさ、ロックンローラー鳴りやまないとかさ、やっぱさ、メロディーがさ、やっぱいいじゃん。やっぱ夜中受けする曲だよね。うん。言ったら来た。のこの曲大好き。夜中受けする曲だよな。いいから再生ボタン押せ。あ、オッケー。はい。編曲がいいって何が。編曲？ああ、まあこれは編曲ね。俺のデモもいいけどな。まあ俺のデモは会員限定流すから。ああ。振りにこれは流さねえから。ああ。とりあえずちょっと待って。おい。ちょっとこれ、おい、あ、オッケー、あ、これオッケー、くっそ、もっかちょっとやらして、ちゃんと画面キャプちょっとやらして、うん、よし、これでこうやって、はい、ね、よしこれで。ね、よーし、はい、じゃあ行きますね。でも楽しみ、再生ボタン押し忘れません。いやー、じゃあこれね、変わんねえってなるか。いや、カーディ綺麗だといい感じ、いい感じです。はい、とりあえず、はい、これで早しろ。うん、聞いたことないやつっている？悔しいです。ワイプ来た。聞いたことないやついる？この曲。あ、お前ら、ま、ツイッターとかさ、あ、大島邪魔。うわ、なに、俺邪魔？
いや、邪魔って言ってもさ、ワイプなんやねん、ワイプ来たらいいじゃん。お前ら別に普通に見に行けよ。非国民的ヒーローでさ、あの、グーター出て、YouTube でグーター出てくるから、YouTube でグーったら。ね。この始まり好き、右しかいらない。いや、いらないいらないで、別に。別に、これは、配信終わった後別に見に行けよ。その時は俺のね、汚い顔ねえから、いや、綺麗な顔ねえから。ね。じゃあ流しますね、聞いた。いや、聞いてない人いると思うんだけどね。うん。赤ちゃんかい、どのシーンが好き？今はまあ、とりあえず。右下消さねえよ。お前、ちょ、消さねえ。消すわけねえだろ。お前、これがニコ生の醍醐味だろ。こうやってさ、ワイプやってさ、ね。僕のね、あのね、あの曲流れてる最中に僕のコメントも挟みつつみたいな。これがニコ生の醍醐味でしょ。ね。ああ、土曜中です。よかった。ありがとうございます。うるせえよ、カス。はい。同じです。はい。のこ配信者みたいって何か。僕配信者ですよ。はい。握手ろ。はい。じゃあ、流しますね、皆さん。はい。途中ちょっと喋るかもしれませんが。ね。はい。はい。延長したか。ちょ、延長されてます。残り30分あります。はい。残り30分あるけど、途中で終わりにします。またやるから、振りに行こう。はい。はい。じゃあ、行きますね。大森聖子ちゃんで、大森聖子ちゃんが、作詞して、僕が作曲した曲です。非国民的ヒーロー。では、ね、行ってみよう！音うるさい！小さい！音うるさい！小さい、どっち？音小さい、もういいわって。音小さい、ちょうどいい。音うるさい、のこがうるさい。あ、もちろん。最初から行こう。俺はさ、すみません。あの、皆さん申し訳ございません。俺がうるさかった。はい、だからちょうどいいね。お前がうるせえ。すいません。ごめんなさい。のこさん、黙れよ。クソうるせえ。はい、すいません。ごめんなさい。はい、出せえってなんで、まだ始まったばっかだろ。イントロならまだ。で、イントロ出せえっておかしいだろ。なあ。のこさん静かにして。いやいや、まあ、ちょっとコメント挟みつつ。まあ、ちょっとたまにね。わかんないけど。じゃあ行きます。まあ、初め黙ってるから。じゃあ行きまーす。はい。じゃあ、行ってみよう！この俺。止めるなよ。すいません、コメント止めて。かっけえよな。俺さ、超かっこいいよな、これな。うわ、かっこよくないこれ。鼻毛出てねえだろ。なんで止めるんだ。あ、ごめんなさい。また最後でフルで俺黙って流すから。いや、けど、よかわけめ。いや、かっこいいよな、これな。ちょ、待って、もっとかっこいいしあるはず。かっこいい！いや、これかっこいいよな、これな。かっけえから普通綺麗、肌綺麗。ね、かっこいいかっこいい、ナルシストって、いや、ナルシストや、整って、いや、かっこよすぎるよ、これ。なあ、マジで。なあ、いや、ちょっと続きいきます。はい。
何もできないかな。愛する気持ちだけでは。ここ悪いね、ちょっと止めて、後でフルで流すから、約束するから、後で普通、フルで流すから、ちょい、あ、マジでマジで、後で俺黙って、いや、ここもさ、超かっこいいんだよ、俺。ちょ、待って、ここ、ちょ、待って、あ、これじゃねえ これじゃねえ この不細工な顔じゃねえ。あくす、これじゃねえ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 、ちょっと待って、俺の、ちょっと待って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 、ちょっと待って待ってて、あ、ここらへん、いやちょっとね、かっこいいポイントあんだよ。いや、ここかっこいいよね、俺ね。いや、なんやねん、めんどくさい早く。いや、こっちはかっこいい。いやね、かっこいいよね、これね。マジで。ノンスタイルってね、どういうこと？めっちゃ自分のことばっかりしちゃってないよ。いや、かっこいいや。俺かっこいいだろ、これ。マジで。ほんとにマジで。え、これかっこよくない？ほんとに。今まで PV さ、もがい、あれだね。俺もさ、今までさ、あのさ、いろんなさ、あのさ、あの MV さ、あの新世界ちゃんあげたけどさ、こんなかっこいい。ね。あの顔。ね。やっぱ30代がね、やっぱ男は30代だなって。すいません、また止めちゃって。また後でフルで流すんで、俺黙って。はい。いや、かっこいいよな。いや、これもね、かっこいいな。かわいい。これかわいいな。かわいい。あのね、ちょっと今俺の画面偏差値の、ごめんね、ちょっとほんとちょくちょく止めて、俺ちょっとほんと自慢したいんだよ。俺がどんなにかわいいかっこいいかってところを。あ、さっきのシーンどこ行った？あ、この後だ。うん。やめろ、あ、ごめんね、ちょっと。ここ顔、これめっちゃ可愛くない俺。31歳だよ、これ。なあ、大絶賛だ、絶対と、いや、絶対と、いや、これ、可愛いよな、これな。めっちゃ可愛くないこれ。この顔。ねえ、目がでかい。めっちゃ、これ31歳だよ。殴りたいってなんだよ。いや。いやいや、もう黙れよ。いや、これ可愛いよね。目まん丸だよね、これね。いや、ほんとに、これほんとになんかマジで。ねえ。いや、これはほんと、汚れは知らない顔をしてるよね。ね。もう、一切ほんとにね、社会に毒されてない、この世界に毒されてない顔をしてる。ね。顔をしてるよね。いちいち止めてごめんね。ちょっとほんとね。いや、けどね、この MV ほんとね、俺かっこいいんだよ。可愛かったりとか、可愛い。はい、ちょっとね、またちょっと前からちょっと行きます。あ、ここ！あ、ここさっきやってから。すいません。ここさっきやりましたね。いや、ここかっこいい、横が。いや、これかっこいいな。わうわうわう。何もできないかな。する気持ちだけでは報われなかったすべてを。あかげちゃう。
唯一ちょっと止めてごめんね。ワイプいらんからごめんね。ちょっと黙って、わすいません止めて、また後でフルで流すから、ちょっと待ってよ。じゃあ俺ね、これね、この MV 見て唯一可愛いとかあるかね、ね、あ、かっこいいとかじゃなしね、ちょっとね、一つだけ僕ね、まあ監督に対して不服を言うわけじゃないんですけども、ちょっとね、一つ、なんかちょっとね、このね、シーンだけね、今からな、ね、ちょっとね、映しますけど、ちょっとこのシーンだけはちょっとね、納得いかないところがあるんですよね。ちょ、見てください。ここ、これちょっと待ってよ、なあ、これ、なあ、これ、ここ、ここ、おい、これこれこれな、ぶっさぶっさちゃん、この顔ぶっさ入ってる、ぶっさなんで、いや、え、これちょっと画面が低いでしょな、あほんといつもの大島さん、そんなことねえよ、これダサいね、いやコビ抜けちゃうでしょこんなんさ、ね、ほんとにぶっさね、え、どこ、いつもの大島じゃねえよ。え、嘘、そんなこと、俺これもっとかっこいいよ。じゃあこれはね、これはこのシーンはね、だから説明しよう。ね、このシーンはね、怒ったカミキリ、カマキリみたいでかっけえ。どういう例えだよ。怒ったカマキリみたいでかっけえって。クッソブサイク。さ、どういうこった、さ、違くて、ここのシーンが、いや、ここの、いや、なんか、いや、このシーンはまだマシなんだけど、もっとなんかね、この、ここのね、なんかね、ブサイクなとこあったんだよな。あー、ちょっと待って。あったんだよ。あったんだよ。あったんだよ、ちょ。おい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 。一瞬しかねえか、ちょっと。止められねえよ、時間ストップ。この一瞬、一瞬ね、これ、これ、これちょっともう僕の顔じゃないよね。ね、まだなの、いつ、いや、そう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 、そう、携帯と手も好き、そうそう、携帯のやつ。そう、ぶっさ、いや、ぶっさって言うけど、報われない、報われない。さっきと同じやん。さっきと同じじゃないじゃん。さ、いや、ね、これね、説明すると、このシーンは、携帯電話で撮ったんですよ。要するに、スティーブ・ジョブズの、ね、ガラケーで。スティーブ・ジョブズの、このガラケーで撮ったから、画質がいいんだよ。な、しかもさ、ビューティープラスとか使わなかったから、そう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 。ビューティープラスとか使わなかったのこさんです、これが。そうそうそう。さっきのカル、これが、言ってしまったら、ビューティープラスとか使ってないのこさんですよ。加工しろ。いやいや、これは加工されてないのこさん。いや、普段からね、残念やあれ。いや、ジョブズめ。いや、ほんとにね、これ、エイベックス大丈夫か。言い訳をつ、いや、言い訳って本当のことだもん。スノーで加工しろ。いや、加工してもらえたって、でも、ほんといいけど、これはほんと素のままだから。ほんと、カメラロール。そのままね、iPhone のカメラのや、機能を使って、やって撮ったやつだから、そう、スノー使い、スノーね、使いたかったんだけど、はい、このね、ちょっとね、これ、ここだけはちょっとなんかね、ほんとにね、ちょっとコンビ抜けちゃいますね。はい。はい、まあ、続きます。いや、いい曲だよな、やっぱな。いい曲だよ。あっ、もっとひどいとこあったな、今な。ちょっと待ってよ。もっとひどいこと、もっとひどいとこなかった。ちょっと待って、許さないよ。もっとひどいとこ今なかった。ちょっと待って。もっと、ちょっと、しつこくてごめんね。もっとひどいとこあったね、今ね。ちょっと待って。俺、これちょっと気づかなかったんだけど、今気づいたんだけど。もっとひどいとこあったね、今ね。ちょっと、あ、ちょ待って。もっとひどいとこあんねん。ちょ待ってよ、これよ。これ俺じゃねえだろ。なあ。のこぶっさ。なあ、うざい。許さん。いや、どんだけ、い
いや、ちょっと待ってよ。これ俺は今初めて気づいた。え、ちょっと待って、これ俺の顔じゃねえだろ。なあ。待てよ。なあ。誰だよ、これ。ちょっと待って。これ今俺、俺今ちょっと、初めて気づいたんだけど、俺は。ああ、はいって。おい、しゃくれてる。しゃ、吹けたな。これ、おじさん。あ、しゅ、な、カマキリって言ってるやつ、あ、しゅ、ああ、しゃくれてるね。まあ、とりあえずいいや、もう、み、くす。まあ、これまあ、携帯で、普通にスノーとかビューティープラスとか使ってないから、そのままら、ね。もうね、ほんとに裸で撮ったやつですから、もうしょうがないです、これは。ここやっぱぶっせえな。ここかっこいいよね。ここかっこいいね。いや、ここはかっこいいんだよね。今んとこは。今んとこはかっこいいんだよ。あ、ここはもうちょっとね、顔面がちっくなってきてね。いや、そう、ここはもうちょっと、なんかさっきのところも画面が低くなってきてんだよ。低くなってんだよな。疲れてきてんだよ。そう。巻き戻せ。さっきのとこも、あのね、あの、ここら辺終盤だったんだよ。そう、画面が低くなってきてるっしょ。なんか。そう、終盤、あの、撮影終盤だったから。疲れてきて。諦めないで、疲れが出てる、そう、疲れ出てるっしょ。残さですね、かっこいい。聖子ちゃんのことどう思ってるよ、どういうことや。俺はちだって。職人さん、顔のことはええわ。ストアか。じゃあいいわ。まあ、けど、こっからはね、これさ、何のシーンかみんなわかる？ここ、これ。これ何のシーンかさ、みんなだったらわかるよね。職人さん来た！ちょっと待って、俺今こんな状態だからさ、画面が。ちょっと、こんな状態だから、ちょっと、職人さんありがとうございます。ちょっと後でまた打ってください、職人さん。はい。こんな状態だから、ちょっと見れませんでした。すいません。だから、キャブっといて。ちょっと待って。僕のブルースじゃねえよ！ちょっと待って、僕のブルース、ロクナリだよ！ちょっと待って、マジ言ってんの？僕のブルースじゃないんですよ、ここは。ロクナリ。そう、ここも千葉ニュータウンじゃない。けど、千葉ニュータウンから、ちょっとあの、30分離れたところ。本当にね、秘境の地。アマゾンみたいなところ。本当に。千葉ニューから30分ぐらい、ほんと、車で、しかも車で。離れたところ。僕ブルじゃない。あそこの、ね、ベルセウスの空とか。そうそう。インバ沼か。インバ沼と、インバ沼近いかも。インバ沼。そう。インバ沼。そう、ロクナリ。そう。ロクナリ。そう、ロクナリです。わかるよ、ロクナリ。ネオにいないね。そう。ここね。ここの、ちなみに、このシーンは、ね。このシーンは、原曲は、これ生演奏だってみんな気づいてた？これ生演奏。このシーン好き。これね、生演奏なんだよ。この MV のこのシーンは。生演奏なんだよ。なんつうか、例えば、音源として発売されたら、この、歌い方じゃないから。そう。何？CD は別バージョン。聞けばわかるよ。聞けばわかるなら言わせんなよ。聞けばわかるなら、そういう話をくれよ。わかってない人いる。よかった。そう。わかったらわかったわ。けどわかってない人いるから。そう。気づいたらわかった。インバ沼の近くです。はい。多分。まあ、とりあえずそう。このシーンはね、音源とは違います。ね。はい。まあ、ちょっと待って。だけどな、君が努力しちゃったら、二度とね、僕じゃ届かなくなっちゃいそうだし。
ワンワンワン。何かできないかな。俺の声ほんといらねえよな。いや俺はね、やっぱね、俺の声いらねえと思ってんだよこれ。みんなそう思わないな。俺の声いらないよな。俺は思ってんだよ。うざい。ああ、キーが合ってない。それは俺が下手くそだけだろ、ほんまな。そう、俺の声いらないよね。でもまあコラボ名義だからさ、コラボ名義いるよ。いらねえよ。嘘、いらねえよ。俺の声邪魔だよ。うん、うん、分かった。そんなことない、本当。確かにそう思うでしょ。いや俺の声いらないよなこれな。あとこれアウトロなんか不評なんだよね。あ、こっかわいいね。こっかわいくない。ここかわいくない。ここ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 かわいいよね。ここかわいいよね。ここかわいいよね。うん、うんうん、弟に見える。なくても悪くはな、そう。いやいや、俺の声いらねえ。いや、俺ずっと思ってんだよ。俺の声は、だからコラボ、一応、あの、隊長と、だから、俺のコラボっていうさ、だからさ、名目でやってるから、俺の声も入れてくれてるんだろうけど、俺はちょっと心の中ではね、やっぱね、俺の声はちょっといらねえなって、やっぱ隊長の声だけで、言ったらよかったって思ってる。あと、アウトロはなんかね、昨日の会員限定配信でも言われたけどさ、すんげえなんかさ、アウトロはちょっとなんかちょっとなんか、ね、クソだなみたいななんかコメントあったけど、お前らもそう思ってる。やかましい。アウトロやかましいよね。そう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 。でも俺のね、俺のデモは、俺デモを作ったんだよ。俺デモ作ってるんだよ、この曲の。あの、非国民的ヒーロー。まあ言ったら俺は非国民的アイドルっていうさ、タイトルで、ああ、説明しよう。非国民的アイドルってもともとこれタイトルで、僕曲作って、聖子ちゃんに、曲提供したんだけど、うん、この非国民的アイドルっていうデモあって、まあこれは会員限定でいつか流すけど、フリニコでは流さないけど、まあこれけど、この非国民的アイドルは歌詞も違くて、多分来年のフルアルバム、新生かまっちゃんのフルアルバムに収録されます。そう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 。そう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 、そうなんですよ。非国民的アイドルからヒーローへ。そうそうそう。俺が非国民的アイドルっていうね、タイトルで、大森聖子ちゃんに投げたら、非国民的ヒーローにしないっていう、なんか大森聖子ちゃんから返事があって、ああ、じゃあそれで行こっか、みたいな感じでなったの。そう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 。うん、そういうこと。うん、来年だから、来年のフルアルバムに収録されます。はい。新生かまっちゃんでもやるかね、これね、俺のボイチェン。うん。マジで。うん。そっちのバージョンは、アウトロは言ったら、アウトロは結構全然違うから。もっと切ないから、アウトロは。うん、のこチビやなって何か。チビって何か。チビじゃねえだろ、そんなや。俺192、なんか、ね、82センチあるぞ。ね。うん、売れる人に決めてもらおう、楽しみ。なんでこの服にしたのって何か。なんでこの服にしちゃいけないんだよ。なんでこの服にしちゃいけないんだよ。意味がわかんねえよ。ね。いいじゃん、別にこの服で。期待すら、この曲も切ないよ。いや、でももっと切ないから、俺、やっぱ。うん、俺のデモは。いや、まあ、新生かまっちゃんバージョンは。うん。ノコはボイチェン。俺はボイチェン。だから今回のめちゃ魔法ツアーでも、そう。めちゃ魔法ツアーでも、多分やるから。そう。あ、ちょっと待って、俺、ちょっと待って、延長大丈夫かな。ちょっとごめんね。延長大丈夫かな。残り9分か。まあ、ちょうどいいか。うん。あ、まあ、とりあえず、そう、めちゃ魔法ツアーでもやりますから。非国民的アイドル。あ、やりますから。はい。めちゃ魔法で聞きたい。いや、だからやるから。めちゃ魔法でやるよ。めちゃ魔法ツアーでやるから。うん。まあ、とりあえず、めちゃ魔法ツアーもそうなんだけど、お前ら CD 買ってね。この、非国民的ヒーロー入ってる、小室哲さん、TK、90年代の伝説の小室哲也さんの、ね、小室哲也さんの、カップリングですよ。ほんとにさ、お前らさ、夢にも思わないっしょ。ね。そんなさ、俺夢にも思わなかったよ。まさかさ、だって俺も90年代一応生きてるから、生きてきた人間だからさ、まさか、
ねえ、小室哲也とさ、一緒のさ、新宮にパッケージされる日が来るとはって。やば、これ A 面でよくね。買う買う。お前がやかましい。老害老害。TK、今週大盛りさんライブよくある。iTunes でハイプ、わかんない知らん。それは TK の曲いらないって何が。すごいね、役者。哲也、90年も生きてない。90年代も俺は生きてますよ。90年代も、俺は。はい。すげえ大島。言ったらお前らで例えたら、ね、お前らの中でもミュージシャンいると、ね、お前らの中でもミュージシャン志望いると思うけど、のこさんみたいになりたいみたいな、ね。言ったらお前らで例えたら、将来お前らの中でミュージシャン、ね、いると思うけど、お前らは将来さ、俺と一緒のシングル、パッケージされるようなもんだよ。そんぐらいのレベルだよ。そういうことだよな。残だけでいいが。TK のおまけ。いや、俺ね、この、こむ、こむ、小室哲哉さんの曲ね、まあ、さっきね、普通にね、聞いてないってね、嘘ついたけど、実は聞いたんですよ。聞いたんですよ。実は。まあ、小室哲哉さんの曲、よかったよ。よかったよ。小室哲哉さんの曲、よかったよ。よかったよ。よかったよかった。よかったよ。お前らも聞いた。お前らも聞いた人いるっしょ。ラジオで。嘘つきってないが。よかったよ。よかったよかった。さすが TK。上からやんって何が。よかった、上からやんって。上から、よかったです。先輩、パイセン。ね。よかったですよ。小室パイセン。よかったっす。やっぱさすが。ね。ゲットワイルド。ね。いや、嘘ついてって、嘘ついてない。上からだって、上からじゃない。小室先輩。ね。本当によ。哲也さんね。よかったっすよ。聞いてないんだよね。ラジオで結構流れてます。ラジオで。聞いた人いるっしょ。のこのが良かったんだねってなんか、いや、そんなことない。いや、良かったよ、良かったよ。俺より良かったよ。でもだから、そっちがなんか A 面で、小室哲哉さんの方が A 面で、俺の方が B 面。そう。顔が引きつってまって、ゲットワイルド初めて買ったレコードだ。お前いくつだよ。立ち見のお前よ。ゲットワイルド初めて買ったレコードだって。 いくつだよ、お前。立ち見のお前。聖子ちゃん的にどっちが好きか聞いたって何が。そんな、そんな、聞けるわけないでしょ。なあ、聞けるわけないだろ、バカか、お前。お前逆の立場だったら聞ける？ねえ、僕の曲、ねえ、俺の曲、ねえ、あたいの曲と、小室さんの曲、どっちが良かった？聖子ちゃんって。聞ける？聞けるわけないだろ。お前バカだろ。なあ、そんなもんよ。聞けねえよ。なあ、聞けるわけない。答えるわけ。ABEX 喧嘩売らない。いや、喧嘩売ってません。喧嘩売ってません。聞けないよ。聞けないよ。聞けない。聞かないし。小室さんと話したことない、俺。聞いたわ。途中でちょっとなんかやっちゃったけど。ね。が、今からね、ちょっとね、ちょっと、昨日会員限定配信でちょっとなんか言われたんだけど、なんかアウトロがね、この曲のアウトロがちょっとなんか、くどいっていうね。なんかね、ディスをいただきました。リスナーさんから。なんか、くどいて。お前らもそう思う。カマキー出てきたってな。のこちゃん何分まで？もうすぐ終わりから。無理だ。エイベックスユニバーサル。俺ももう寝るから。最後の音は最後の延長して。延長しねえよ。延長して何話すのよ。延長しときゃ終わらんやろってないよ。延長したってなんか、何も話すことない。一応延長するよ。わかったよ。久々のニコ生だから延長してやるけど、あと残り5分だけどさ、話すことねえよ、もう。なあ。延長。ちょ、待って。今延長なんかさ、したんだけどさ、ちょ、待って。ちょ、待って。延長す、ちょ。なんかこんなん出てきたんだけど。映ってる？ちょ、待って。これ、持たないと。ちょ、待って。こんなん出てきたんだけど。何これ。延長30分、100ポイントを購入しました。しますか。何これ。何これ。これって何年やってんだよって。何か、課金、どういうこと。前も出てきたねって何が。金、何、金払うの。ダセーって何が。小室の呪い。じゃあさ、レベル下がったからか。コミュレベルが、
え、コミュレベル下がったか、ウイルスじゃん。ちょ、待って、コミュレベルス、え、なに ?100、あ、た、確か、コミュレベル100、あ、す、か、え、金払うの？ちょ、待って、俺、ニコニコポイント持ってんのかな？ちょ、待って、100、じゃあ、ニコニコポイント持ってんのか、じゃあ、も、ちょ、待って、持ってんのかな？ちょっと待って、はい、押すね。え、ちょ、待って、持ってんのか、ニコニコポイント俺持ってないかもしんない。うん。持ってないかもしれん。あ、ちゃあちゃあ、俺、バカだ。俺、ちょっと、うん。おっちょこちょいだね。やっぱ、俺、可愛いね。俺ね、すごいね。俺、今、ニコニコ高級、高級エンコーダーの方に、なんか、矢印合わせたわ。こっちだな、こっち。ニコニコ高級エンコーダーで、これ、画面が見えてる方の方に矢印合わせて、はい、押そうとしてたわ。こ、はい。はい。廃れてるぞ。はい。バカなの。すいません。あ、ちょっと待って。ニコ生サボるから。いやー、ちょっと、マジか。100切ったらもう、そっか、ゴールドチケットとかねえのか。ゴールドチケットとかないのかな。まあ、ちょっと一回やってみるね。はい。ぽはっおいおいおいトインポが、トインポ足りねえぞ。おい、お前ら、ちょ待って。ゴルチケだから、ゴルチケどうやって使うんだよ。いや、ちょ、トインポねえぞ。おい、おはこ、やめて、ちょ、やめていいよ。いや、続けたいよ、俺マジで。いや、続けたいんだけど、ちょ待って。トインポね、ゴルチケないの、ちょ、出せ。ちょ待って。ゴルチケないのか、ちょ、ゴルチケ。え、ゴルチケ、ちょ待って。え、ゴルチケ、え、ゴルチケってどこで使えんの？え、ちょ待って、教えて。教えて、に、あの、ニコチューリスナー。お金持ってだって。お前、オワコンやって。金金金って世の中金よ。オワコン極めて。いや、オワコンとかじゃなくて、ちょっと、ちょっと、ゴルチケって、あの、俺持ってるはずなんだよ。ちょっと、ゴルチケどうだよ。ゴルチケどうやって使うの？俺持ってるはずだと思うんだよ。ああ、オワコン。え、ちょっと待って。あと一分延長しないと無理。え、ちょっと待って。あ、ちょっと待って。なんかこんなん出てきた。ま、もう一回延長したら。え、なんかなんかこんな、え、なんかよくわかんねえな、もう本当に。割引対象外の延長ですが、よろしいですか？え、これいいの？やって、割引対象外の延長ですが、よろしいですかって。これ大丈夫なの？ねえ、これってなんかさ、なんか金かかんの？ねえ、延長なんかできそうなんだけど、これ大丈夫なの？ねえ、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 これ大丈夫なの？大丈夫なの？これ。ねえ、お金かかんの？押せや。はい、あ、大丈夫。割引してくんなよってないが。割引してくんないけど、いくらかかるのかわかんないけど、これ誰が払うの？誰が払うのこれ。うん。これ一応、モノくんのアカウントだから、モノくんが払うことになるのかな？ちまって、一応、とりあえず押すわ、押すわ。え、押したけど、あ、押したけど、ちょっと待って。押したけど、ちょっと延長できねえ、できねえんだけど。できねえんだけど。ちょ、待ってよ。残り50秒とか。ちょ、待って。なんなんだよ、クソがよ。なあ。さよなら。もう一回枠取れば。いや、もう疲れた。またやるよけど、あの、バンス配信もうほんと今週から配信やるから、ほんとに。あと俺の、単独配信のモノくんと配信したりとか、ニコ生したりとかするから。これ約束な。振りに行こう。これは仏の顔3度前だから。あ、正規もやんねえよ、もう疲れたよ。うん、またや、ほんと、これはほんと約束やるから。近々。バンス配信とモノくんと配信。